ここの看板犬ですか？看板猫だね。あ、そっか。ここはね、もう70年ぐらいやってるらしいです。ぜんざいを食べます。はい、じゃあ。あ、かわいいね。これ何？めっちゃかわいいな。やばい。ということで今日はこちら宝冠町の商店街をぶらりと歩いてみたいと思います。はい、というわけで今回はですね、かなちゃんが一人で撮影をこなして、回っていくというぼっち旅ですね。今回の舞台はこの岡山西口からねすぐにある、宝冠町商店街をぶらり歩きますね。まあ宝冠町もね、いろんなもう古くからのね歴史があるんで、それをねご紹介できるのかちょっとわからないですけど、皆さん温かい目で、見てください。よろしくお願いします。まずは商店街ちょっと歩いていきたいと思います。こんな感じでですね、意外とねいろんなお店があって、私もまだまだ全然行ったことない店の方がむしろ多いんですけど、これもめっちゃでっかいパネルで、こちらがこの宝冠町商店街の、まあ、歴史というか、まあ、案内板ですよね。まあ、いろいろ書いてるんですけども、まあ、簡単にこの説明すると、この明治維新にこの商店街ができたんですけども、まあ、この明治維新になったせいでこの武士が職を失ったんですよね。そっからその藩から与えられた宝冠金をもとにここで商売したことから宝冠町と言われているようですね。ちょっとね、この前に引き続き私の気になる駄菓子のお店が来ました。ここ撮影してもいいかな、ちょっと聞いてきます。いいね、これめっちゃ懐かしくね。これめっちゃ懐かしくね。めっちゃ食べとった。これとか可愛くない？絶対子供喜ぶやつ。ちっちゃい子が好きそうなお店が。これとか、これすごい。いいね、私こういうとこ好きやわ。帰ろうっていう感じでですね、めちゃめちゃ駄菓子がねたくさんある。結構ね豊富で、意外と見たことない、もぐちゅうとか私知らないんだけど、意外に見たことないような駄菓子もたくさん売ってますね。ぜひここ穴場駄菓子スポットかもしれませんので。かわいい猫ちゃんが出てきました。かわいい、こんにちは。あ、ごめん。かわいい。ここの看板犬ですか？看板猫だね。あ、そっか。そうだ。看板猫ですね。これと一緒になる。あ、全然どこでも。あ、ありがとうございます。じゃん。たくさんお菓子も買いました。紅葉さんというところで。ここはね、もう70年ぐらいやってるらしいです、ね、すごいですよね。昔はなんか製造系をやってて、今は駄菓子になったっていうことです。はい、ニコニコルー、おいしそう、かわいい。クッキー、うさぎクッキーだって、めっちゃかわいい。いらっしゃいませ。かわいい。こんにちは。じゃあぜんざいを食べます。
ここに置いておきますね。あ、ありがとうございます。結構四角なんだろう、切ってあってというかカットされてあって、上品、めっちゃ食べやすい。しかもおいしい、もちもち。店内のオルゴールがまたいいっすね。これがね、さっきねインスタグラムの形をしたクッキーをいただきました。かわいい。じゃあインスタグラムもあるみたいなので、ぜひチェックしてみてください。ニコニコ堂さんでした。はい、さっきニコニコドゥと呼んだんですけどね。間違えてました私。はい。でこれが丹波の黒豆パン。パン美味しそう。店で炊いてるんですよ。そうなんですね。あの豆を。豆を。そんなに甘くてもね、皆さんカロリー気になる。はい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 。ベーコンボール、ゴロゴロチーズ、黒ゴマとも大豆チーズ。美味しそう。お酒に合いますよ。なるほど、ワインとか。はい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 。チーズ系だから確かにすごい美味しそう。あ、桃のデニッシュっていうのか。あんまり見ないかも。はい、というわけで今回はニコニコ堂宝冠町店さんにねお邪魔させていただきました。もうこちら本当に手作りでね、もう見ただけでもね、この動画見ただけでも本当に美味しさがね伝わってくると思います。まあ、こちらなんですけどもね、このパンを作る他にね、あのいろいろと就労支援とかいろいろやられてるということですね。いやーすごい。商店街ぶらりは結構楽しいです私。なんか一人で来てますけど、結構ね皆さん意外と YouTube とか興味持ってもらって、とてもなんか楽しく一人でぶらぶら撮影させてもらってます。はい、ということでちょっとまだ気になるところ行ってみたいと思います。ニコニコ堂さんからすぐのこの店が気になる。人形の子供屋本店。あ、かわいいね。これ何？めっちゃかわいい。なんかクマがおる。ちょっと待って。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。めっちゃ可愛いな、やばい。めっちゃ映えるんですけど、待って、どこ。あ、よかった、普通の値段のもと。でも7000円。これはなんか生地とか手作りなんかな、一個一個。シュタイフのぬいぐるみだって。世界で初めてぬいぐるみを製造し、テディベアを考案したドイツのトップメーカーのぬいぐるみなんだ。はい、こちらお邪魔させていただいたお店なんですけども、人形の子供屋本店内にありますこのシュタイフ岡山店さんにお邪魔させていただきました。こちらなんですけどもね、このシュタイフっていうのはそのドイツの高級ぬいぐるみブランドのことなんですよね。まあ、こちらね、王室とかもうこのセレブリティがね、からすごい人気を集めているこのぬいぐるみなんですよね。やはり値段もね納得の価格ということになっております。これが奥にもあってね、男の子のセックとかの
物が飾っているという。めっちゃ広くない？すごい、すごいじゃん。はい、そしてこのシュタイフの岡山店さんからもうこれ突き抜けて人形の子供や本店さんにね入れるんですよね。いやー、これはびっくりしましたね。もうそのまま行けるんですね。なんとここ80年も続いているらしくてですね、上にはお雛様もあって3階まであるということなんで、ちょっと上も上がってみたいと思います。お雛様ですね。デニムひなだって。え、すごい。本当にデニムで作られてる。昔あったわ、家にお雛様。お雛様って畳の。立派になればになるほどか。なんかすごいな。これがいい。これもかわいい。いやー、すげー。てか数がすごい。えぐいぐらいある。はい、ということで反対の出口から出てきました。すごい人形屋さんだったんですけど、いっぱいあって、ほんとこんなとこがあったんだって知らなかったので、すごい楽しかったです。はい、ちょうどここが中間地点になるのかな。まあでも全然か、まだあるわ。めっちゃある。何軒かもあったんですけど、あと何軒か気になる店があるので、また第2弾をやりたいと思います。はい、ということで、また撮影に行きたいと思いますので、第1弾宝冠町かなのぶらり旅ということでお送りしました。実力スピチューブチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。